はい、今度はですね、フェンダーのージャギュアにですね、ジャギュアとか言っていいのかな。まあいいや。牛骨、無漂白の牛骨にですね、特殊なオイルを染み込ませて、弦の潤滑性を高めた、オイルドボーンナットというものを、取り付けてですね、いこうかと思います。まあ今回このギターはですね、ネックにバインディングがついた、あまり、まあ、ギターでは機種的に多くないタイプのギターなんですが、ちょっと通常のナット交換とは段取りが違いますけど、あえて、このギターのナットを交換していってみようかと思います。はい、弦を、外したところでですね、このナット元のナットをですね、外していきます。バインディングがあるので、バインディングの方にダメージを与えないようにですね、ちょっと気をつけながらですけども、フェンダーのナットは比較的、強く接着されていないので簡単に取れると思います。はい、ナットを外した後のこの溝の中の接着剤とかをですね、掃除したいんですけども、こういうバインディングがついたネックの場合はですね、この中にヤスリが入りません。ここにね、両側に壁があるので、そこで、仕方なくですね、こう、ものすごい小さいサイズのこれのみなんですけども、これで、接着剤を取っていきます。はい、溝の側面の壁などはですね、こういうスクレーパーで接着剤を落としていきます。溝の下の角のところの接着剤をしっかり落とすことが、新しいナットをきれいに収める上では大事なので、角の部分をしっかり、接着剤を取ってください。はい、溝の中がきれいに掃除はできたんですけれども、この新しいナット、これはフェンダー用のサイズにある程度もう出来上がっているものなんですけれども、なのでこのナット溝の幅に対しては、まあ、ほぼいい感じにすで、にもう溝に入りますけれども、まあ、このバインディングの出っ張りの分考えると当然この長さが長いので、溝に入りません。なので、ナットの大きさをですね、ここに入るように、成形していきます。はい、まず、このねネックの幅に、ナットを合わせるので、およそのところでですね、このバインディングの内側の部分になるかなというところに、印をつけます。これシャープペンシルです。鉛筆でナットの表面には線が引けますので、大体のところに線を引きます。はい、このね印をつけたところで、これはもうノコギリとかで切ってしまった方が早いので、バイスで噛んでですね、ノコギリで切ります。これ後で、削って調整するので大きめに切っておかないと、小さくしてしまうとですね、作り直しになってしまいますから、少し、最初の印よりも大きめに切ります。次にですね、ヤスリで両側を少しずつ削りながら、ここの、バインディングの内側にぴったり収まるように加工していきます。はい、一応これで、溝の中に入るサイズにはなったんですが、次にですね、この溝の中に収まる部分、ここの角をですね、面取りをします。このさっき、まあ、スクレーパーでですね、できるだけこう角を、しっかり出すようには したんですが、まあ、やはり限界がありますので、こっち側の方の面取りもやや、多めに取ってですね、この底面がしっかりこの溝の底面に収まるように、面取りを少し大きめに取るようにします。ここの両端の角もですね、やはりしっかり底面に収めるために、ここもやはり大きめに面取りをしておくようにしてください。はい、これで、とりあえず溝に収めるという部分については出来上がったんですが、このままではですね、まあ、見ても分かるようにナットがものすごく高いです。
なので、接着の前に上側もある程度高さを決めておきたいと思います。そこでですね、まずこのフレットの高さ、よりも少なくともなっと高くなきゃいけませんから、スケールをフレットに当ててですね、だいたいこの辺かなというところを、見極めをつけます。そして、それよりもまあやや上かなというぐらいのところに、一旦ですねこの鉛筆的なもので線を引いてみます。で、この引いた線に対してもう一度このスケールを当ててみて、スケールのこの下側の角ですね、よりも少しこう上に線が引けてれば OK ということで、この線のちょっと上ぐらいまで、あらかじめ削るというようにしたいと思います。はい、引いた線のところまで、削っていくんですが、まあ、このようにバイスで、噛んでですね、ヤスリで、グリグリと削っていきます。やや、指板側よりもヘッド側の方をこう低くなるように斜めに、加工するとやはりちょっとかっこいいような気がします。はい、鉛筆で引いた線の、上ぐらいまで削りました。だいぶ元の材料からすると随分小さくなりましたけれども、この線、あともう使いませんので、消しゴムで消します。そして、この後の加工はですね取り付けてからやりますので、溝に収めて接着をしていきます。ナットをしっかり収めて隙間に接着剤を染み込ませていく感じです。はい、接着が完了したら次に、上側の形をさらに整えていきます。まず、養生のために、マスキングテープを貼ります。これナットがちゃんと出るようにしないといけませんね。そしてヤスリでこの上を削っていきます。その時にですね、一応ある程度までもう、サイズが出来上がってますから、さっきと同じようにスケールをこう当てて、ナットが低くなりすぎないようにチェックをしながら、削っていきます。で、1弦6弦、弦の太さが違います。で、1弦の方はですね、ある程度低くしていってもいいんですけど、6弦の方は弦が太いのでそれなりに、指板からの高さを残しておかないと、弦が外れてしまうことになりますから、結果的には6弦側の方が1弦側より若干こう高くなるような形で加工をしていくということになります。はい、高さの方がですね、まあほぼいいかなという感じになりましたので、あとはまた上の面、面取りをしっかりしていきたいと思います。この角が立ったままでは痛いので、角を少しこう丸め、それから、この側面のここの角ですね、ここも、このままではだいぶ痛いので、角も落としていきます。形がほぼ出来上がりましたので、あとは仕上げていきます。サンドペーパー、まず240番で、こういうね、当て木を使って、削っていきます。サンドペーパーでもですね、この角の面取り部分はしっかり落としてください。これをしないと仕上がった時に指に引っかかる感じが残ってしまいます。次にこれは600番ですね。600番で今の
ヤスリの跡を取っていく感じです。もうあとは仕上げの工程に入ります。でやはりこの段階でも、角をしっかり、丸めておくということが大事ですので、これも忘れないでやってください、はい。で最後にですね、800番ぐらい、まあ、細かいやつで今度は当て木を使わずに、指で、仕上げることで形が綺麗に整うようになります。